はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コインでございます。今日もライズオブザローに続きからやっていきたいと思います。まあ前回からやっと始まりましてね、ペルリの乗ってる船に行ってミッションをもらってこいと、もらってこいじゃないですね、分取ってこいって話になってます。で今ダブル主人公で出てまして、まあこちらのね、女性の方と、私操作してるのが男のキャラという形になってます。で武器を切り替えると同じようにこうキャラをね入れ替えながら戦うことができるという、感じになっておりますね。まあしっかとやっていきたいと思います。つかサーベル血濡れじゃん休んだのにサーベルが全然綺麗になってないけど、これは敵痛いぞ。で多分ここでペリーに会うんじゃねえかなと思うんで早速開けていきます。絶対そうじゃん、絶対この部屋いるじゃん。どうせあの葉巻吸ってんねやろ、どっかでよ。あ、あれでもあ、ということはこれを取らないと始まらないと。船長室の鍵よし、ペリーの報告書。ようやくこの国が開く。ん、来ないよな、大丈夫これ、これダメ、多分ダメだろ、多分ダメだろこれ。あ、違う、上登ったらいるんだ多分。もうとりあえずこの箱を開けていくか。分取りましょう中身。なんだイブシギンのサーベル、イブシギンのサーベル、そんなんさついに決まってんじゃねえね多分。下がるわあ、装備レベルっていうのはなんか変わるな。なんだ装備レベルって、ちょっと待って、知略技能、いやーわかんねえ、なんだこれ。まあ、いやとりあえずこのままでいいや、行こう。あのさ、わからんステータスみたいな表示出してもらうのやめてもらいたいっすね。待て、ペリー殿か、あれか。あーこれなんか PV かなんかで見たぞこれ。この日本こそ誰にも仕留められなかったモビーディックだ。この巨大なクジラに森を突き立て死角か。お、まさかお主強いのか。できる、この男できるぞ、さすが提督。さあモビーディックの前に私ら2人シャチをね止めてもらいましょう。敵は赤い殺気とも行き出す武器を裁くにはよりタイミングよく石火を使う必要がある。石火で裁きにくく、またガードで防ぐこともできないため時には回避によるたちも重要である。あ、そうなんだ、なるほどね。おっと、はいはい、おっとっとっと、うん、痛い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 よ痛いよ、くらい、ちょちょ、石化がまだタイミングが、まだタイミングがね覚えられてないんだよ。ペリ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 強いね。で体力を増やして、いやまだまだまだ俺は戦えるはず、まだ戦えるはず、まだ戦えるはず、ほら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 、よいしょよいしょよいしょ、くらえ、かえなくなる。どうよどうよ、違ったな、来いよ、入った、よいしょ、いいね、はいはいはい、おい下がれ、オッケー、はいはいはい、誰の差し金だ、お、いいよ、私を切れば貴様らは終わりだぞ。ペリーさんってマシューって言うんだ、黙ったか、ちょちょちょ、ちょ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 、あのね
ダッシュしたい、ダッシュしたい時に、ダッシュしたい時に、違う、回避じゃなくて、倒れるわけにはいかん。ここダッシュしたい、ダッシュしたい、そうダッシュして、ダッシュしてタイルをぶつけたいわけ。てかそういうことか。仲間が手間を取らせた。オッケー。いやせっかがね、うまく決まらん。ここオッケー。オッケーじゃない、オッケーじゃない、せっか決まってない。せっか決まんねえな。あ、違う、死んだ。ちょっと待ってろ。せっか決めて、せっか決めたかったんだけど失敗しましたね。やり直します。ここオッケー。そうそれやりたかった、それやりたかった。いやあ、じゃあじゃあボタンがね、オッケー、完璧、オッケー、いける。さて、いけるよ。スタミナ足りないけど、スタミナが足りてない。よし、おい、オッケー、火まとった、燃やせ敵を、燃やせ、はい、おら、私を切れば貴様らは終わりだぞ。はい、大丈夫、オッケー。タイミング、お互い合わなかったな、タイミングな、ペロリさんよ。お互い合わなかったよな。オッケー。気持ちいい剣撃が気持ちいいよ。ここまで来て倒れるわけにはいかん。いや、大丈夫。来いよ。ああ、タイミング合わねえな。さあ。いやー、決めて。せっかで決めたい。オッケー。よいしょ、大丈夫、俺には女がいるわけ、もう一つの刃がいるからよ。よし、やったぜ。何、そやつを消されては困る。あ、大鬼、しっかりしろ。これ負けいびな気がする。あ、負けいびだ、やっぱり。くー、あ、そうだよね、そうですね。知ってるのかい、僕らのことを。これ、え、徳川方って風魔だっけ、伊賀甲賀、なんだっけ。どちらが無様に逃げる。は、主人公として選択。うわ、あ、そういう感じなの。どうしよう、あ、どうしよう。いや、オスなんだな。僕は男の子なんで、男の子を逃がそうと思います。死んでくれ、頼む、女の人。後から変更できません、本当によろしいですか。こういう感じなんだ。まあ行くしかねえ。すまねえ。何その動き。ああ。ごめんよ。我が半身すまん。我が半身よ。片割れを失った隠し方。
そう、2人もプレイヤー作らせといてさ。見つけられたのはそれのみよ。絶対敵型で出てくるよこれ、あのお姉ちゃん。前回の実況でケツ押し付けてきたあの姉ちゃん、絶対後で出てくるって。我らは二人で一対、それを忘れるな。やばい、情報追加、片割れが、うちの片割れちゃんがおらんくなってしまった。とりあえず旗印入れよう。さて、触れたから行くか。え、なんか火事になってっけど。え、はなになに、お前なんでお前誰お前。お前誰だ。おい誰だよ。いつまであがく。手裏剣ではいや、手裏剣は発射が素早く連続して投げられる。なるほど。副武器の切り替えね。ああ銃と、はいはいはい、オッケー。何え、あ、そうかそうか、浪人っていうのはあの使えるべき上の人間がいなくなっちゃったやつを浪人っていう話なんですわ。なのでおそらくだけど、ここであれだ、うちの班がお取り潰しになるんだ。だけど、まあ、とりあえず弾薬、あ、回復アイテムですね。これマップ見ると、あーなるほど、とりあえずアイテムとか回収しつつって感じかな。いで先陣攻撃用にタイミング力 R1、しぶきの血を払い、あ、そうなんだ。血の付着量はしぶきで敵を攻撃する量が増える。あー、そうなんですね。ちょっと待って。ああ倒したけど、なるほどね。で、非戦闘時に体力は徐々に回復するっていう能力は主人公ちゃん持ってるので、まあ、ちょっとねそれで非戦闘時の何がしをやっていこうかなと思います。んでだよ、銃撃しちゃおっかな。あそこに間抜けな子がいるから銃撃させてもらう。ふむ、弱いな。よし、とりあえずだな、ここ研ぎ師とか多分戦ってるんだろうけど、よいしょ、戦ってるんだろうけど多分なくなっちゃうんだろうな先生は。犬がいる。おい犬いるぞ。犬がいる。犬ってね、どこの世界でも強いんだよ。あー、やっぱ敵だあれ。よし、はい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 、こい、オッケー。あれこの犬、お前さん弱いのか、お主もしかして弱いのか。いや助かるけど、いるから、いやこれ普通に暗殺できるんじゃないか。いけそう、いけねえわ、仕方ねえな。せっかできてない。ほら焼けろ、お前そこ焼けちゃうんじゃないか。はい、血を払っていく。いやでもサーベル使いやすいな、刀よりやっぱサーベルちゃん使いやすいわ。やるじゃん。はい、血を払っていく。気力が回復するから、もうちょっと攻撃の合間にうまいことこの先陣を差し込めればいいのかな。
あ、ちょっと見えねえな。あそこにいるね。仲間やられちゃったんだ。よし、んじゃ、あそこにいるやつはヘッドショット狙っていこうかな。あれ、割とヘッドショットが狙えんちょ、狙えんちゃ。よいしょ。はい、まあこんなもんよな。いや、まだ生きてる。やるじゃん。あの、溜めたやつ、溜めたやつなんかこう回避してえな。オッケー、それ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 やりたかった。よし、オッケー。おお、まだ生きてる。あ、あなたはもしかしてあれか、リ、あれ、バークに立てついたのだ。ウヌラクロスは終わりよ。鍵のアポイントにあるは分かってるんだけど、いやでも立てついたってことはさ、これペルイ側についたりとかってもできるわけだよね。ああ、いるいるいる。さてと、数は減らしていこうか。ちゃんと頭を打ちましょう。おおお、来いよ来いよ。いやいやー、返せないな。よいしょ、はい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 、オッケーオッケー、はい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 、よいしょ、よしよし、はい、痛えだろ。よし、探る弾薬、弾薬の回復量増やれ、増やせるといいんですけどね。あ、あーどうもどうも。はい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 、ワンちゃんも消してく。しっかりと犬コロも倒していくぞ。あんまりこれ突っ込むとさ、私すぐなくなっちゃうから、そんなにね、体強いわけじゃないからね、まだね。でもそのうちサクサク倒せるようになるのかな。意外とライズ、おお、ブローニンとかそういうわけじゃなくて、なんだっけ、あの、ゴースト・オブ・ツシマでもさ、なかなか強化されるまでは強くなかったからな。難易度的には全然、こっちはちょっと戦闘難易度高いね。楽しいんだけど、ライズ、なんだろうね、あの、私、セキロってやったことないんだけど、多分、弾きってこういうことなんじゃろセキロの弾きってのは多分こういう、こういうことなんじゃろうなっていう感じがする。あ、ちょっと、まあ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 ね、うち旗印かかけるけん待ってて。というわけで一旦休憩しよう。よし、体力回復したから向かいますか。あ、おいおいおい、待て待て待て、うちのバオやるんじゃない。はい、よいしょよいしょ、オッケー、やり口は汚いの。はいはいはい、痛い痛い痛い、お前らやるじゃんって、この人数まずいな。はいはい、じゃあ、あのね、回復回復、よし、はい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 、よし次、はいはいはい、よいしょ。先生大丈夫ですか。先生大丈夫、さすが先生。とうに気づいておる。藩を抜け片割れを探すつもりだな。先生、そうなんです。あいつは生きている。私は起きてを忘れたか。まさか先生とやるのか、これ。
かせるわけにはいかぬ。先生、そんな細い剣で僕のサーベルに勝てると思ってるでも思っとるでな。反を抜けるものには失敗。そこのタイミングわかんねえな。はいはい。この技、死が誰かも忘れたか。はい、忘れたねえ、そんなものは。まだまだよ。ここ、あ、違うのか。難しいね。いた。はい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 。はい。おいおい。おっとっと。気力。ここ、あ、違う。ああ、ちょっと距離感が誤ってますね。誤ってる。オッケー。いやー、効かねえんだな、そんな。我らは刀、迷いはいらぬぞ。こっ、はい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 、どー、やだ、やだ、先生、やだ。はい、いやいや、届かないんだね。よし、オッケー。ここ、はい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 、おい。いや、先生、これしんどけよ。こんだけ流れてる。その力、見せてみよう。はい。おい。連続攻撃か。はい、はい、はい。痛い。痛い。ちょっとタイミングわからん。ああ、先生。意外と柔らかかった、先生。今までありがとう。あ、先生。とどめをさせぬとは相変わらず甘い。拾った時からまるで変わらぬ。片割れをなくしたあの時から半身を失った痛みと共に生きてきた。わしにできなかったことを果たせ。先生、そうします。大樹の抜け道を使え。幕府の隠密どもの囲いを抜けられよ。行け。先生、俺行きます。あいつを探しに。隠し刀は強き絵にしでつながっている。あやつを感じている。季節は巡り、春、夏、そして秋。巡り合い、我が子、自由に生き、自由に死ぬがいい。わあ、このシーン見たことありますよ。ライズ・オブ・ザ・ローニー。ここまでがプロローグですね。まあ、早速ペリにやられてる僕は言うんで間違いないです。はい。目的が更新されました。横浜。来たね、横浜。目的。因縁？浪人因縁を確認できる。浪人として成したことによって浪人因縁は上昇する。
高まると相手も割れたり影響力が上昇したりする。なるほどですね。まあ誰もいねえわな。風雷棒を持ちます。はあはあはあ。ああ、まあ辞典ね。はい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 。ふわ、振り返れますと。オッケーオッケー。で、装備はまあまあそんなもんだな。で、この、あ、これやっぱレアリティだ。多分この青色ってそうだよね。違うのかな？わかんねえや。木刀もあるし。で、このさ、装備レベルっていうのが、あ、そうか、自分のレベルってことね。自分のレベルは必要なわけだ。で、プレイヤーレベルは今1だよと。レベル全然上がってねえわ。オッケーオッケー。そういう感じか。地図は、直接開ける。はいはいはい。なるほど。横浜でここに向かっていくと。さあ、んじゃ行くか。広いよ、これ。行くか。で、このフィールド移動中は、スタミナ減らないらしいんで、なんだこれ。最終。素材を手に入れました。薬屋では素材を調合して、公約や砥石を再生できる。武具の強化や特殊効果の継承。出た。特殊効果の継承があるってことは、まず間違いなく、武器のさ、ハクスラ要素があるってわけでしょ。選ばなきゃいけないわけだ。あー、しまいや、行くべ。とりあえず、目的の場所へ向かうんだけど、まあ、いろいろと寄り道しつつね、向かっていきたいなと思います。どうせこの辺、狼ぐらいしかいねえだろ、お前。お前ら、怪我をよこせ怪我をよこせ怪我をよこせというわけで、街でお会いいたしましょう。いてて。おお、なんだ名所発見。順位転車。誰かいる。こんにちは。こんにちは。どうも。敵やないか。敵やないかい。手ごい敵の小さ。色が変わる。勝ち目がない敵。あ？赤色は勝ち目がないって。あ、黄色だから一応勝てるのか。びっくりした。うどお前誰？死亡したことで自身を倒した敵に陰業が生じた。この敵を討ち取るか、追い打ちを行うと、失った業を取り戻せる。ただし、業を取り戻す前に再度死亡すると、失った業は永久に喪失する。あー、なるほど。経験値ってことだよね、多分ね。マジか。でも、あいつ倒してえな。あいつ倒してえな。いやー、参った。倒しに行くか。そんな一撃で終わるわけないよな。そうだよな。まだ来るよな、お前。この銃の力、思い知った方がいいんじゃないか。さて、やりましょうか。はい、はい、はい。ああ、嘘ー。っていうか、再戦までが遠いな。ちょっと、やり直し考えようかな、あいつ。あいつとバトルでやめようかな。ちょっと強いし。ああ、敵だ。敵か。お前、敵か。もう、何なんだよ、お前ら。もう、敵いるんだ、しっかり。ここ、オッケー。はい。おしまい。おっと、ビビっちゃったかな、仲間がやられたのに。はい。というわけで。あ、普通にやっぱ雑魚的はいるんだ。追いはぎじゃねえけどさ。まあ血を払う。戦闘終わった？もしかして。あ、鶏。卵置いてったあいつ。なるほどね。そういうのもあるわけだ。いや、面白いね。さて。まあ敵をしっかり倒したりしながら、先へ進んでいこう。神社にいたやつは、また後でやりますわ。うん。今じゃない。今じゃない。寄り道がさ、私癖になっちゃってるんですけど、よくないね。やっぱオープンワールドだから、馬とか移動手段を手に入れてから、そういうことはした方がいいと思いました。丸。はい。じゃあ移動しよう。とりあえず。あ、なんでこれ？治安。ならず者が占拠するエリアは治安が悪化し、メニュー画面の地図に丸で表示される。ならず者を全滅させると治安が改善し、土地との陰影が深まる。
人々が行き交うようになり、特別な報酬を得られることもある。治安が改善するまで、付近の、隠し方の旗印は利用できない。ああ、そうなんだ。あ、それは、やった方がいいね。じゃあ、早速それやろうか。どこだ？初めて。なるほどね。ああ、あるあるある。はいはいはい。あ、すぐ近くじゃん。裏だ。なるほど。こう行っていくわけね。で、これがなんだ？治安赤、隠し型の旗印。はいはいはい。で、ここが、川豚だ。これ、なんだっけ？フグタ？フグタ鍋のシーンかな。ここが隠し型の旗印。オッケーオッケー。じゃあ、まあ、とりあえず、ここやって、ここやって、で、ここの旗印をつけてこようか。うん、順番的にはそうだな。とりあえず、上行くわ。ここの治安が悪化してるって言うからよ。やっぱり、浪人の私としましては、治安の回復ね、しっかりやって、皆からの信任を得ていきたいと、そう思ってるところなんですよね。幕府方が、なんと言おうと、俺はみんなのために戦うから。そこだな、ならず者いそうだな。ほら、吊るされてるもん。手だれを倒す。敵を倒す。ゴーね。オーケーオーケー。暗殺して。あ、聞いてくれ。音も変わってる。いた、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 いた。ここ。はい。甘い、甘い。甘えぞ。甘えぞ、お前。甘え、甘え。まるで角砂糖みたいに甘えぞ。ほんとによ。おお、やってやる。おおお、もしかして犬も感情入ってるねえ。いていて、おい、てめえも感情に入ってんのか。頭数に入ってんのか。いていていて、ちょっと場所悪い、場所悪い、場所悪いって。あ、てか上にいるじゃん。上にいるよ。上に敵が。誰か来ないかな。なあ、こっち来ないか、誰か。よし、とりあえず、はいはい、まあまあまあ、あの丸太始まるじゃない。よし、そしたらまずこいつ。オッケー。うん、槍はそこまで怖くないな。よし、オッケー。オッケー。貴様の火は俺をもらい受ける。これ先に倒しちゃおう。この、この段差無理か。この段差無理か。よしよし。じゃあやろうか。お前。はい、はい、はい。おっと。全然、敵の攻撃を弾けませんでしたが、まあこんなもんでしょう。で、敵があと3人。さて、んじゃあ。手裏剣にして、え、届かないか。この距離と無理か。さて、そしたら暗殺しようか。あそこにいるうろうろしてるおっちゃんいるやん。あいつね、手だれ、手だれ、彼をちょっとやろう。あ、この段差俺は無理。あや、何何フラフラしてんだ。何をフラフラしてるんだお前。何をフラフラしてるだ。はい、暗殺。はい、はい、はい、はい。よいしょ、よいしょ。おっと、危ねえ。まあ、とりあえず、犬をやる。オッケー。オッケー。いや、ちょっとやっぱ動きがね、多分、数パターンあるだろうね。流派っていうのがあるらしいから。この流派によって敵の動きが変わるから、うまいことパリをしていかなきゃいけないと。で、あれ、もう一人いたよね、確かにね。背中から攻撃されそうな予感がする。あ、いやいやいや、これはダメですね。取ってくると言わんばかりの無防備さ。はい、おしまい。ため息のようなね。はい、というわけで、こういう感じであれか、治安改善と。
敵を倒したりミッションをクリアしたりすると経験値を貯められる。決勝中がレベル1ショーパー能力バナレ、はいはいはい、オッケーオッケー、レベルアップか、オッケーオッケー。で能力ポイントがわらわもらえたから伸ばしていくというわけだね。この武勇ポイント技能ポイントとかあるけどさ、これは何でもらえるのかちょっとわかんないよね。パラメータ上昇、あ、ん、あーなるほど、これ武勇とか伸ばすと腹部機の攻撃力、気力、防御力、気力回復力、あーそれが伸びていくわけだ。はい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 、そういう感じなんだね。 OKOK、OK OK、まあとりあえず伸ばしていこう、いろいろ。よし、割り振り完了というわけで、話聞けるようなやつっているのこれ。このおっちゃんとか話聞けそうだったけど特に何もねえな。おい、すまぬ。え、すまぬ。すまぬ。それぐらい驚きだよ。おお、何か見てんだ。あれ、これでどっか移動させたりできるのかな。すまぬな、皆の衆、申し訳が立たぬが、私は行かせてもらう。よし、じゃあこの調子で回収していこうか。多分これでレベルを、なんだ、取る。あ、新たな武器二刀か。二刀もちょっと装備しておこう。あれ、なんか村っぽくなってるな。これ、あー、やっぱいるんだね。ここか、拠点解放しなきゃいけないところは。よし、じゃあやるか。はい、1人目。はい、というわけで2人目。あ、やったわ。敵を倒すと5を得られる。5が最大まで溜まった状態で、旗元、旗元ミッションをクリアすると5レベルが上がり、能力スキルが早い能力ポイントを獲得できる。一定の5レベルに達すると一部の能力スキルの習得が必要な。あー、なるほど。それで希少ポイントを得るというわけなのか。オーケーオーケー。じゃあ行こうか。あ、ちょっと待って。防御力上がるじゃん。川の主攻だって。はい、というわけで、高所からの暗殺。敵に気づかれず上から近づくと暗殺できる。オーケーオーケーオーケー。いいですね。んじゃあやっちゃいましょうか。あ、こいつ、こいつすごい、見て、盾持ってる。はい、というわけでおしまいです。お疲れ様でした。村の平和は俺が守った。みんな感謝せ。うん、レベル2。はい、隠れるとファストトラベルが解放されるというわけですね。敵は復活すると。OK。コムソー、失礼。そのアイテム、俺にくれ。ん、なんだこれ、馬呼びの笛？あ、やった。これ、だってね、ごめん。あのさ、この馬、あなたの馬じゃなかったのこれね。ごめんね。ごめんね。もしかしてだけど、あいつと馬じゃなかったのかな。あ、こいつ話せる人だ。一人で片付けてしまうとは、大したお方だ。ともかく、助かりました。私は行商でして。なるほど。飽きないしてるわけださ。飽きないをさせてもらいますよ。ようこそ。じゃあ、飽きなうか。何を、雑貨購入。遠玉、投げ敵の中を引きつける。ああ、ショルダーが補充される。補充量はスキル習得で付与している。眼球の攻略。一手しか受けるダメージは記録ダメージが小さくなる。薬で処方できるようになる。ああ、なるほど。今は、買うしかないというわけだな。ゼニーが6300だから、ちょっとこれ、この、これは買っとこう。血を引くやつだね。6個か。OK。他にご用件は？で、あと、これ1個ずつだけ買っとこう。1個ずつだけね。よし、ありがとうございます。で、あと赤い花、これは拾えばいいから OK。 で、調合っていうのが、素材処理して自身を強化するアイテムや矢玉を作成できる。倉庫に素材保存、倉庫の素材は、はい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 、能力スキルを見つけると調合できるアイテムの処理が触れる。なるほど。いかがいたしましょう。で、砥石、これね、これ私能力解放してるんですよ。なんで解放されてるって感じだね。となると毒漬け
これちょっと作っといてもいいかもしれんな。あんのかなこれ。お任せください。あ、全然作れ、あ、あの拾ったやつか。オッケーオッケー。で、硫黄とかと混ぜていけばいいな。お任せください。はい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 。長寿の玉。あー、なるほどね。補充されるんだ。あ、なるほどね。長寿の玉も増えるんだね。オッケーオッケー。で、売却があって、買い戻し。はいはいはい。オッケーオッケー。ありがとう。どうぞ。お、なんだ、馬のオートラン。馬のオートランが解放された。目的地まで自動で移動できる。あ、これはいいですね。地図、はい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 、はい、なるほどね。オートランは中断、それが、はい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 、そういうことか。いいね。オートランとかあんまりなかったよね、そういういいやつ。そしてあとは馬呼びの笛とかあるから、これは、で、塔玉、はいはい、はい、瞬的の中吹きで構える投げる。オーケーオーケー。で、これはじゃあ福吹きの方に入るのか、きっとそうだよね。で、これ、手裏剣、ハート玉でね。はい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 。三つくらい装備できるようになりたいけど、まあ今は我慢と。よし。さて、ちょっとずつ強くなってきてるんだけど、そろそろ強敵倒せるんじゃねえかなと。僕、なになになに、少し手を貸してくれませんか。仕方ねえな。なんだよ、お嬢さん。村の復興のために、商いを再開したいのですが、隠れている間に蓄えはほとんど奪われてしまいました。薬の材料を探してきていただけないでしょうか。このままでは。やってみよう。ん、本当ですか。もちろん見返りはあるんだろうな。薬は赤い花を材料にしています。近くの山の方に生えているので取ってきてください。わかった、まあ、とりあえずこれいろいろと回収してえな。隠し刀の頭と薬や猫、なんだ猫って。え、猫、まあ、とりあえずこれは解除しとこう。猫、猫ってのがある。目印つけとこう。猫、あれだ、猫？え？癒されるとかそういうこと？撫でる。かわいい。え、猫かわいい。項目解禁、猫、一匹目。あ、なんかこれ収集要素だ。オーケーオーケー。まあ、いや、とりあえず、草集めてこよう。行ってきます。なんだ、達成の縁。その土地の因縁を深められる。なるほど、助けてくれってことじゃろ、この土地の人が。あいつすげえやつだからよってことで。まあ、いっぱい頑張っていきましょうって感じだね。あ、猫2匹目ですね。よし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 。さて、じゃあ薬草だ。薬草薬草。で、ここに薬の材料を探してってあるから、ここを探しに行くと。イノシシ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 、来いよ来いよ、このイノシシごときが俺に勝てると思うんじゃねえぞ。イノシシごときがよ、イノシシごときがよ、イノシシごときがよ、俺に勝てると思うんじゃねえぞ。スタミナ、スタミナが、スタミナが、スタミナが、いただだだだ、よいしょ。ふう、子供、あ、子供やる？やる？俺とやるのか？やるのかお前ら。やるのかって聞いてるんだけど、やるみてえだな。死ぬ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 死んじまう。イノシシ強え。大したもんじゃないが受け取ってくれ。ん、ああなんだこれ。え、あれ、ありがとう。大変だったなお前もな。なお疲れさん。
いやー強かったイノシシ。なんかならず者っぽくねえかこいつら。これ薬草を集めに来ただけなのになんか、探索目標特定のミッションでは目標の代わりに、はいはい、使いづくと探索状態にロケーションバーが切る変化する。ただずさらに目標に近づくと表示され、まずは怪しい場所に近づいてみるのがいいだろう。とりあえずこれ敵の数を減らすのがまず目標やな。これ敵だね。お前そんなでけえ太刀持っててよ。俺なんかなんかできっと思ってんのがそんなテールで。はい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 。ちょっとまあ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 一旦落ち着け一旦落ち着け。はい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 、よいしょ。ちょっと体力がない体力がない。はい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 。違う違う、すぐにさ、なんかよいしょよいしょよいしょ。はいはい。いやー敵の攻撃を何かできねえな。とりあえず犬結果するし、ここはい甘いな。俺に勝てると思うんじゃねえぜ。いや私草取りに来ただけなんよね。君たち君たちさ襲ってきてるけど、僕草取りに来ただけなのね。だからさちょっと落ち着いてくれないか一回。あ花花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 花がいっぱいで、これであれか、忙しいね。どっちで戦うんだお前、どっちで戦うんだよこいつ。どっちで戦うつもりなんだお前、どっちで戦うの、どっちどっち。よしじゃあやろう。二刀の相手が難しいな、まあ、とりあえず終わりか。よし、まあ、とりあえず薬に渡してきちゃおうか。平和になったよねこれね。というわけでお待たせしました。これで大丈夫かな？持ってきてくださったのですね。ありがとうございます。これだけあれば十分か？はい。これだけあれば以前のように薬をたくさん作れます。旅には何かと入り用でしょう。ぜひ買っていってくださいね。ちょっとただでいくつかくれてもいいんだぜ。ただでいくつかくれてもええんだぜ。お、はいはいはい、能力アップね。どのようなご用向きでしょうか。雑貨購入、ああ合力、はいはいはい、この辺のやつね。気払い、ああなるほど、自分の体を直すやつだ。オーケーオーケー。でこれが、ああはい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 、素材を売ってくれるわけね。調合でこうなると、どのようなご用向きでしょうか。煙玉、ああなるほどなるほど。回遊弾の一応買っといた方がいいかなこれな。あった方がいいよね。ありがとう、ま、とりあえずまた来るかもしれん。さてもう次の目標地点行こう。横浜行く前にここだね。ここと、これなんだ、運び屋切符リューファーしとくかの。あー夜っていうのがあるんだ。じゃあとりあえずここの旗印を解放して、ここの十二天社でなんか敵倒すかやつを。ちょっとあそこ行きたいですね。ああ生きてる生きてる。おーおおお、船着き場で、これ採集して拾っちゃって、これはこのまま向こう側行けそうだな。なんか泳げたもんね確かね。そしたらあの島行くか。なんか新しい流派もらえるっちゅうからちょっと行きたいっすね。これ向こう側ちゅうわけで島に到着で、マップで見ると新しい流派が、あ、ちょっと待って。そうだね、ここだよね。新しい流派。運び屋切符。夜間だけ目撃されている。強い敵です。あ、強い敵です。強い敵がいるんだ、これ。どうやって上行けばいいの？上登れないんだ。あ、登れた、登れた。じゃ、ここに敵がいるんだ。で、夜まで待たないといけないと。
そういうわけか。なるほどね。これ上行って、なんだこれ、上行って上行って何があるんだ？あ、拾う。火打ち道具一式。はい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 。オッケー、じゃあこれ夜、日没まで待つしかないってことか。そしたら、だね。先にこいつ倒してこよう。倒せたら。さて、また来ちまったよ。これ、あ、まさか。ダメか。ダメか。おい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 、あれあれあれ、回避できたと思ったんだけど、あ、でも全然防御力が違うわ。ちょっと待って、 OK。 おいおいおい、よいしょ、ちょっとずつでいいよ。わあ、ダメか。強い。よし、じゃあこれ暗殺できるなら暗殺したいですね。強いんだろうけど。いけるいける、よし。いけたー。はいはい、やらせんぞ。そう簡単にやらせねえぞ。ててててて、やるね。わあ、だめ。これがな、しっかり回避できればだいぶ違うんだけど。オッケー。いやー、なんで、うそ、マジで。オッケー、はいはい、よいしょよいしょ、ずっぽし、いいね。チャンバラしようぜ。ここ、マジで、あれタイミングが分かんねえな。回復入れちゃおう。はいはい、オッケー、よいしょ。うん、まあ避けてた方が早いわ。よっしゃ、倒した。オーケー。お尋ね者、バクが行方を追っているお尋ね者が各地にいる。お尋ね者の場所はメニューの地図から確認できる。お尋ね者を討ち取ると役人から報酬を受け取れる。また土地との因縁が深まり、その土地の施設やミッションなどが解放される。因縁が深まるとその土地で得られる恩恵が増えていくと。オーケー。成敗成敗なり。そうでしょ。よし、そしたらこの建物の中入れるから中見て置きましょうか。え、誰もいない。何これ。え、何ですかこれ。え、何もないじゃん。え、何もないってことないのかな、もしかして。なんだろう。特に何も、マジで特に何もないな。休憩ポイントかと。オッケーオッケー。そしたらとりあえず今日のところは終わりにしちゃおうか。区切りもいいしね。じゃあ次回なんですけど、一応夜になったらさ、ここ行けるから、ここね、行きたいと思います。流派習得可能ということで、こちらの方やっていきたいと。で、この運び屋切符ってのがよくわかんないけど、あ、運び屋切符。海賊キットとか怪盗キットみたいなことかな。まあいいや、とりあえずやっていきたいと思いますので、引き続きご視聴いただければと思います。というわけで、ここまでの語りは私、コインでお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。これ夜まで時間潰すの、普通に時間結果待つしかないのかな。うん、多分そうだろうな。よし。というわけで、またお会いしましょう。